はい、い、ま、ン、あ、関マでございますあの今回ねインフレのお話であの、まあ、リスク管理上どういうふうにインフレに対処していきましょうか、えー、というのと,、えーとまあ、どういうふうな形で危機が訪れるのかということですよね。インフレによってどういう、まあ、まずは第 1X デー第 2X デーっていうのが来るっていうお話なんですけど、まあそれをあのこれはまああの 計算できまいやそれはあとねそれに関して言うならば結局、えー、まあこれ国家の,あの収支の計算もできるんだけど私たち個人個人のお話をしたいと思いますねあのこの前えっ、ー、とまあニュ,ニュースでインフレ率が2.1%ですっていうあ公表出ましたよね5月ぐらいかな6月の初旬ぐらいかなあの2.1%って前年同期比ってことですよね えっ、えー、と1000年の,、えー、あの5月末日ぐらいの物価を比べると、まあ、大体2.1%だってでそんなものはね嘘じゃないですかとかね、まあ、まあそんなもんでしょうとかねいろいろあ,のあると思うんですけれどもまあまああとねあのいやね政府もこの数字を操作する。 まあ政府で出してるのかなあれ日銀で出してるのかちょっと分かんないけど、まあ、嘘を言ってる可能性はまあ十分ありますね。だんだんあの国家とかね、いろいろ巻き症状って、いろいろ終わってくるものっていうのは、大、え、概、ー、のまあ、嘘を言い始めますからね。あの昔の,のソ連のね、終わりあたりってすごい数字ごまかしてましたよね。まあ、まあ、そんな感じなんですよね。でた,ただ、ごまかせないものがあると。 えー、それはあの私たち個人個人のインフレ率なんですよ、えー。どういうことかっていうと、まあ、要はね、こういうことなんですけど、まあ、公表インフレ率っていうのがあの政府だとかあの、まあえーと、公のシンクタンクですか、そういったところで出しているものですよね。えー、でね、ちょっとね、ご提案したいのが、個別インフレ率。これをね、まあ、ある程度 えー、何て言うかな。大体、あのー、ざっくりでいいから分かっていく、おくっていうことですね。えーど、どういうことか、なんでこんなことを思いついたかって。まあこれね、私の、あの個人的、私がね、言い出した、多分、世界で初めてかわ分かんないけど、 あの、言い始めたことなんですけど、なんでそんなことを言い出すかってね、最近あのね、ちょっと、農業に興味持って、いろいろまあ自分なりに、あの、アクアポニクスっていうあの、システムを使って、まあ調べ、あの、農作物を作り始めたんですけれども、農作物の中にね、積算温度っていうのがあるんですよ。積算温度。どういうものかっていうと、1日の平均気温を合算していくんですよね。その合算して、え、まあ例えばトマト巻き、 トトマをを植えまましした、巻きましたき種をねそして、えー、収穫までこの合算温度が何度になれば例えば、えーとまあ、300度とかになれば収穫できますよっていう話なんですけど、まあ、その地域地域にまだいたいざっくりあるんですよねあの寒冷地なら日本のこの寒冷地ならこうだ。えー、日本の、えー で違うところではこうだと、まあ、いろいろ、まあ、あるんですけどこれはこの地域ごとは適当にこの、まあ、ざっくりや,やったものなんだよね。ただその地域でもそこの場所ごとのと個別の積算温度ってあるはずなんですよな。えー、とその南にこうどれだけ斜面が傾いてるかとか日照時間はいくらだとかそういった個別の、えー、積算温度でなければまあ まあそのね正確なものじゃないということですよね。で、あのー、この積算温度をこのどれだけこう短縮できるかっていうのをがあれじゃないですか、あのなんとかな、えー、まあ、その腕ですよね、農業のね、えー。ということで、で、同じですね、同じですね、それはこの私たちの経済、私たちの生活も同じで、その、 どういう生活をしているかとかどういう、えー、なんとか仕事をしているのかどういう事業をしているかによってインフレ率は個別に違うんですよなので、えー、個別インフレ率っていうのをあの、まあ、大体頭に入れておいた方がいいですよと、えー、そのメリットっていうのはどういうものなのかっていうと、えー、こういちょっとねこういうことなんですよ えー、こ,ういうこういうことなんですよ。まあ、ちょっとこんなグラフ、まあ、こ縦軸が円ですね、あのまあ、収入、あ収入時代、お金ですよね、えー、と横軸が時間軸、でこの原点は今ということなんですよね、でもう1つ、個別インフレ率の中に2つ考えておいた方がいいものがありますね、収入インフレ率と支出インフレ率。 えー、これをざっくり分かっておくっていうことですね。えー、そうするとこれが分かる。まああのこれえっ、ー、とまあこの売り上げがこうインフレですので、まあ、ある程度のどういうふうに伸びるかと、まあ、この傾きがインフレ率収入インフレ率ですね支出がどういうふうに伸びていくかっていうことこれが、えー、支出のインフレ率。 になりますね、あのご商売やってると売上経費みたいな話になるんですけどこの傾きがそのインフレ率ですね大概の場合大概の場合支出の方が、えー、もうこう角度がこう何とかな大きいわけです、まあ、要はインフレ率が高いわけですよね売上の方はそうでもないです、ね、例えばどういうケースありますかねあの要はえっと例えばね左官屋さん 左官屋さんでモルタルがの材料モルタルこう塗りますよね。壁にね。モルタルの材料費が倍になったからっつって、その施工代金を倍にはできないですよね？倍になったからって言って、えー、まあだいたい。1割ぐらいちょっと。 あのモルタル最近高くなっちゃってすいません上げてくださいみたいな話になりますねまあこれ大体そうですよね農業なんかそうですよねあの要は肥料が肥料はあれですやっぱ2倍になるのかなここで2倍になりましたかだからって言って野菜も倍になりますよってそういうわけじゃないですよねえー、なので、まあ、だ大概こういうことが起こってくると,ということはい こということはねこう平行ならばずっと交わらない交わらないってことはここ利益なんですよ交わらなければずっと利益出し続けていく赤字になるっていうことはこれ要はこの平行じゃないんでいつかクロスするんですよねクロスした時はどういうことかっていうともうあの経費の方が多くなって収入が少なくなりますよというとまあ要は赤字ですよね この X デーがこの傾きによって測れるわけですよ。で、これは、ま、これはね、あの、まあ、だ、だ、いたいた,ただね、これがまたこう、一直線にいかないんですよね、多分ね、こう、え、なんていうかな、こう、曲線を描くことあるんで、えー、まあ、ざっくりでもね、このままだといつ赤字に転落するのかっていうのが分かってる、分かってくる。 えー、ならば手を打ちましょうっていうことですよね。ならばこの傾きこの傾きですね経費の傾きどう,どうこういうふうに下げていくかまあ要はいろいろね工夫しなきゃいけないかっていうことそうするともっと先にこの赤字の方に赤字に到達する X デーを先に先へと遠ざけることができる遠ざけているうちにやがて このそれがインフレが収まる可能性がある、まあ、今回どうか分からないけどね、収まるかどうか、いかにこの遠くに持っていくか、まあ、逆に売り上げの傾きをどう上げるかということですよね。で、まあ、最初のこの、まあ、今の現段階で、こ利益率が高ければ高いほど、遠、ま、く、あ、にあの X クスで持っていけるわけですよ、第ッ x スでよね、持っていける。で、余裕があればあるほど、これ、あの値上げしなくていいわけですよ。 となると値上げしたところからポロポロお客さんを取れるっていう可能性も出てきますよね。えー、そうするとあの多分ねこれこの今の段階でどれだけ利益率が高いところにあるかっていうことによって。 あのこの値上,げ値上げをあんまりしなくて済むっていうことなんでお客さんをこういかにダッシュできるかってよそから取ってこれるかってことできますよね、えー、まああと売り上げまあちょっとそれはご商売の話なんで、ね、これはまあ家計と家計も同じですよ家計もねど,どう収入をこの傾くこっちへ持っていくかっていうことですよねまあまあ,あの、まあ、いろいろありますよ副業やるとか違うまあいろいろ方法があるということ、まあ経費なんかもねどれだけこう下げていくか。 いう話ですよねでいかに遠く次の第2 x トがあるどういうことかっていうとまあもう赤字になっちゃいましたってクロスしますよねクロスした時のは、まあ、こっから赤字ですよこの斜線の面積って何だと思いますクロスしちゃったからこれはあの要は赤字の累積ですよねまあ逆に言うとここのこっち側の三角形は、えー、黒字の累積ですよね まあこの黒えと赤字の累積が累積額がえっとあれですよねこの手持ちの動かせる資金とイコールになった時にもうもうあのこれからやっていけませんよキャッシュがなくなりますよという話になる。 まあ、破産の状態になる可能性がありますよってことですね。第で、えー、まあこれこの三角形ね、うんまあ、こんなん計算できますからね、えー、まあまあ実際ねこう曲線なんでこの積分とかいう、まあ、ものを使って計算するんだけどまあまあねこんなん簡単直線ある程度ざっくり直線で計算できますね。えー、そうすると ほ、えー、んならど,どういうふうにこの第 2X デーを向こうに持っていくかっていう話ですよね。えー、まあどうですねまあご商売やめるとかね違うことやるとかねもうこれやっても赤字なんだからもうここがあの大きくな,なればなるほどもうやっていけなくなりますよって話ですからね。ということで、あのー、その個別インフレ率と。 いうのを定義しその個別インフレ率の中にも収入インフレ率支出インフレ率というのを考えどれぐらいの傾きがあるかということでこのグラフに落とし込むとこのまずこの赤字になる大体スケジュールが分かるさらに赤字になってしまったらどれだけ持ちこたえられるかとキャッシュが尽きるまでどれぐらいあるかというのも計算できると。 えー、いうことですね。さらに、えー、この表ができるならば、ならばね、対策を打つことができるということですよね。と、えー、いうお話でした。えー、どうも、ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。